up, everybody? It's Hey Rivet. We are back in Sword Art Online, Re-Hollow Fragment, and Ironcrad, hold up. Pardon me, my cat decided he wanted to attack something. My cat decided that my microphone cord needed to be attacked for whatever magical reason. Thank you.
したの？どうしたの？Thank you.
Kirito kun? キリト君、いよいよか。 そうだね。
じゃあね。お疲れ。ケルト、ポーカーを。なになに？こっちでもポーカーやるの？だったら私も入れて。おお、構わないぞ。さ、勝ったら何がもらえ？そうか、考えてなかったな。そんなの全然嬉しくないよ。ひどい言われようだな。じゃあ何にするよ。お金をかけるのはダメだよ、キリト君。だと。ご褒美ですか？パパを一日独り占めできたらとっても嬉しいです。いいじゃんいいじゃん、商品はそれに決定ね。話は聞かせてもらったわ。当然、私も参加させてもらう。はいはい、私も参加します。私もや。ちょっと待った、この流れで俺が参加しないってのもおかしな話だよな。キリトの独占権を奪って存分にこき使ってやるぜ。私も少し興味あるから参加するわね。よし、わかった。優勝商品はポーカーって話だったが、人数が多いからな。カジノでよくプレイされているテキサスホールデムを元にし、手持ちのチップを使い切ったら、これ以上やりたくなかったらフォールド。受けて立つときはこう。賭け金を上乗せしたいときはレイズ。ルールは分かったか？んじゃ。私もフォールド。私これならほぼ間違いなく勝てるわ。勝負するけ。よーし、私はこれで勝てなかったら脱落なんだから、なんとかなって。コール！コール？もちろんだよ。ふっふっふ。ショーダウン。それじゃ手札を。じゃじゃーん、ストレート。残念でした。キングのスリーカードも強いんだけどね。勝ちを確信しちゃダメだよ。何事も失敗の可能性はあるでしょ。悔しい。ピナ、思い切ってレイズするべきかな。普通にコール？どうしよう、順番が来ちゃうよ。はい、レイズで。よし、全員終わったな。しないで、ピナのせいじゃないよ。負けちゃったのは残念だけど、私は楽しかったよ。チップも減ってきたし、今回はみんな消極的だし、思い切って勝負に出るかな。レッド。
何のこと？キリト君こそ無理しないで降りた方がいいんじゃない？キリト君、無理は体に良くないよ。ショーダウン。ジャックのスリーカード？ああ、負けた。うー、悔しい。絶対に勝ちたかったのに。What you whining? 来たぜ来たぜ。俺のところにも運が巡ってきたぜ。勝負だキリト。オールイン。Whining? If lady looks like the rest of the lady, she's gonna run screaming from you. ああいいとも。俺の手札は最強だ。キリトに勝ち目はねえぞ。降りるなら今のうちだぜ。なんで降りねえんだよ。くそー、また美味しいところを全部キルトに持っていかれるのかよ。Yeah, we don't take things from you, especially if you decide to be a fool.今残っているのはシノンだけだとしたら、オールインよ。うん、間違いない。コールな、クラブのフラッシュ、私の勝ちね。そう、やったー。これで残るは私とキリトとシノンの3人。負けるつもりはないわ。はあ、勝ちたかったな。誰が勝っても悔しいだけだし、こうなったらキリト君を応援するしかないな。頑張ってくださいキリトさん。カード。おお、これは最強のカードと言わざるを得ないよ。どうしようかな。コール。じゃじゃーん、キングのスリーカードだよ。フルハウス？そんな強い手札が最後の勝負に入るの？やっぱりキリトはすごいや。負ける気しなかったんだけどな。あ、残念だけど私の負けよ。優勝はキリトね。 Okay, you threw the match. キリト君勝ったんだね。さすがパパです、すごい。でもご褒美はどうしま。そうだよ、商品が勝っちゃったら勝負に。ここは再勝負で。パパが私を独り占めですか？嬉しいです。うん、それなら。それじゃここらで解散か。楽しかったぜ。みんなお疲れさん。お疲れ。お疲れ様。何？なぜそんなことを聞くの？それを答えてもいいの？それを答えて、もし私が勝っていたら、なんて冗談よ。私の負けだった。信じるかどうかはキリト次第だけど。それじゃ、またね。
キリト、ちょっとこっち来て。まあね、あんたを待ってたのよ。さあ、こっちこっち。キリト君と親しい感じだったし、結局あの人が何なのかはっきりさせた方がいいと思ったわけよね。さあ、キリトのナンパの手口が明らかになるわよ。索敵スキルでも見つけられなかったの？でも一体何のためにキリトをつけ回していたんだろう。してきた理由って結局何なんだろう。一目惚れじゃない？リズ、冗談よ冗談。 Love the tea's poor Asuna。 あんたバカね。アスナは違う理由で心配してんのよ。とにかくキリト君はいろいろ気を。どうしたの？なになに？お兄ちゃん行くよ。お兄ちゃんよろしく。なになに？
どうなの？よし、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 キーボー。おい、キリト。どうした？いいから。キーボー。はあ。よう。
んだ。Out there, please.
行くぞ。Where we're going to leave it for the day. I'd like to thank everybody who's watching, past, present, and future. If you like what I'm doing here on Twitch, feel free to follow. So, Taco Loco, unfortunately, we're at the end of our little broadcast for the day. I usually do 2 to 3, Wednesday, Thursday, and Friday. I'll be doing SAO again next Friday at 2 o'clock. If you like what I'm doing here on Twitch, you want to see my older videos, you can either go to the link in my bio or go to YouTube at HeyRabbit21 and see my older Sword Art videos, my older Neverwinter and Skyrim. If you like what I'm doing over there, like, subscribe, and follow.
So, yeah, obviously, we did not get too far in the forest today. That scorpion really whooped up on me. So, once again, everybody, I'd like to thank you for watching. See you this Wednesday. But we should be finishing up Skyrim when we play Slap Alduin and just start fists. So, once again, thank you for watching and have a great day. Bye-bye.